今回は、ワルツのナチュラルターンからバックオイスクをやっていきたいと思います。前回ウェイトコネクションの話をしたのですが、もう一度、確認していきます。まず自分の垂直ですね、土踏まずの上に自分の重みが垂直に降りたり、まあ、上がるね、上がる時も垂直の中で上がる、これがまず基本です。姿勢をもっと良くしようとか広がろうとして、その垂直から外れたところに行ってしまうと踊れなくなってしまうので、あくまでも垂直です。で、その垂直ができたら相手の重みです。重み、重心をと重なる部分ですね。こう垂直なんですけども前に、よくね、足首を使うとか膝を使うとかっていうんですが、垂直の中で前に行くことによって相手と、コネクション、ね、ウェイトが、ね、ただの接点ではなくて相手の重心とのつながりができるので、そこを逃さない、ちょっと抽象的ではあるんですけども、捉える、ね、コモンセンターをがっちり捉える、そんなイメージです。で、それがあると、例えば、結構トラブルの多いプレパレーションなんかも重心を捉えた上 で垂直の中でこう変化していく、で、こう一歩で使うっていうのが、できるので、まずウェイトコネクションですね、すごい大事なので、もう一度説明しました。で、ちょっとナチュラルターンからバックオイスクやってみます。まずウェイトコネクションですね。で、それを逃さない、必ず捉えたまま、はい、ここも捉えたまま、もう一度いきます。がっちり垂直なんですけども相手を捉えています。で、そこからいつも捉えたまま、いつも垂直の中で、垂直の中で踊っていきます。で、ワルツなので、こう波がありますね。で、その波も必ず垂直に踏んでる中で描いてください。例えば上体だけでこういう感じで描こうとね、こうスウェーとかで描こうとするんではなくて、必ず垂直から来る、ボディーライズだったり、こう高いところですね、高いところから降りるところ、もう全部垂直を感じている中で描いていきます。もちろんシェイプも、スウェーとかローテーションとかも全部垂直です。で、ただ垂直に降りるだけではなくて進むのも垂直です。進む時も体から行ってしまうと、これ垂直から外れてしまいますね。必ず垂直の中を、垂直のこの感覚をもう体に染み込ませて進んでいきます。垂直で、こういうのは違いますよ。これはただ降りてるだけになってしまうんで、垂直を感じて踏んでる中で進んでいきます。ぜひやってみてください。